横浜に帰ってきた、ね、18番の小川航基は今シーズン26点目、抜いてからのシュート、鮮やか。また小川航基です。中塩いいワンタッチで斉藤航基入れた、足元シュートは押し込んだ、押し込みました、うん、横浜に帰ってきた、来ましたね、18番の小川航基。ちょっと前に行ってしまった伊坂善員、足元伊藤翔、伊藤翔だ、ポスト小川航基、1点返しました横浜 FC。 伊坂善員が奪ってショートカウンターですけれども、マイナスに入れたんですよね、このファーストタッチがうまくはまった伊藤翔の。中村俊輔のキック、真ん中、小川航基、いきなり中村俊輔が仕事をした。まあ中村俊輔だからこそこのキックができると思いますし、また後ろからこう走り込んでくる、まあ、やはりここぞという場面で出てきますね。そうですね、まあ、今の距離も十分、長谷川からその小川ヘッドだ、小川のヘッド、まあ、武田が回ったことで中空きましたよね、はい、でここ2枚入ってきてたんですけど、まあ、長谷川のボールも非常に良かったですし、まあ、小川のシュートもうまかったですね。小川後ろから、うん、加藤大輝ですが、これも抜いてからのシュート、鮮やか、今シーズン5ゴール目、横浜 FC 先制。キーパー後藤からするとこうすごく大きく変化していると思います。いいところで止まった、うん、どうするか、後藤出る、そして小川決めた、今日2点目。いやー、これもやっぱりチームの信頼じゃないですか、小川航基に関してはね。周りを見ながら判断しながらになりますね、はい、うん、拾った小川航基、フィニッシュ、早速取りました小川航基、しっかりよく見て、もうきっと長谷川のクロス、来たやはりこの男が決めます。このゲームで初めてじゃないですか、クロス上げれたのね、長谷川が。時間をかけさせて奪い返して、横浜 FC は今度は中央、小川航基狙った、うまい、同点ゴール、5試合連続ゴール。でも良かったですね、まあ、頭上から来るボールですけど、しっかり見ながら最後は左足のインステップ。セカンドボール奪われると危ないよということで、もっとエネルギー使って奪っていこうねということは改めて強調しました。高木のクロス、ヘディング、勝ち越し、横浜 FC 逆転、またもや小川航基、常に危険な状態を作りながら、やっぱ背後の取り方、背中の取り方上手ですし、まあ、そこに対してボールが来るんですよね、まあ、本当に競り合いを奪ったのは横浜 FC、 小川航基テクニック見せかわして左足シュート、リーグトップ11点目、小川航基、素晴らしいゴールですね、まあ、さすがストライカーですよ。ただその中で横浜 FC の方がこう前の選手が流動的に動いて攻撃を仕掛けている印象もあります。伊坂全員からゴール、最後は小川航基、立ち上がり11分のところてますので、はい、こうボールから逃げていく遠いサイドの方で待ち構えて、そこにね、こうあうんの呼吸でね、ボールが来ると、もう狙ったプレーですよね、カナダのディフェンダー、右で伊坂全員、中には渡辺と小川、ニアの小川、勝ち越しました横浜 FC。 パスを出すタイミングも素晴らしかったですし、小川選手のこのスピードを変えてボールを動き出してゴールに向かっていく、素晴らしいゴールでしたよね、まあ、ここのゴール前の駆け引きですよね。そして渡辺和真、
受ける。小川航基ははたいて、長谷川ペナルティーエリアの中3人います。小川航基入った、さすが鮮やか、ピンポイントホットライン、この2人の関係は健在。その背中から前にこう入ってきますね。もうこれ見事ね、もう小川航基のこのもう嗅覚っていいますか、あの自分のパワーもこのボールにしっかり乗っけて、見事なゴールだと思います。今度は伊坂頭でつないで斉藤、裏を狙った、さあ中村だ、狙いすましたボール押し込んだ、横浜 FC 逆転。中村選手の丁寧なもうクロス、横パスですかね、まあ、それに対してしっかりと決める、そこにいる小川選手、拾った松浦、残す、戻す、武田、おっと速いボール、ヘディングだ、なんとラストプレー、小川航基でした。その中どんなボールを入れるか、入れる、高いボール、ファーサイド折り返し、ヘディング、うん、入ったか、笑いを割った、どうか、ラインは割りました、うん、先制ゴールはセットプレーからの横浜 FC から、小川外からですけども、上から叩き込みましたね、コースは、まあ、ちょっともう渡辺和真か、伊坂全員を使いました。チャンピング外して、小川航基流し込んだ、決定力の小川航基、決めるところでしっかり決める、追加点横浜 FC、3点目。綺麗に流し込みましたね、冷静でしたね、このシュートもね。そうですね、今小川と伊藤が並ぶ格好さ、和田に入る、和田クロス、小川、横浜 FC 先制です。前半の32分、クロスに合わせた小川。でも小川選手のこの嗅覚ですよね、ここでキーパーの前ではない、ちょっと前選手の背後にいながらボールがここだったら触れるっていうところにポジション取ってきました。前にスペースがある、山下スルーパスを狙う、小川素晴らしい、流し込んでいきました。今日2ゴール、1対3、回転でね、内巻きで丁寧に送りましたし、ここもトラップせずにキーパーを見れる余裕もありましたし、相手に当たって長谷川達也は面白い、クロス上げて小川航基、ここで仕事をする、それがエース、得点ランクトップ21ゴール目、長谷川から小川航基のホットライン完成。この2人のイメージが共有できてゴール生まれましたね。今シーズン何度となくこのゴール見ていますが、ダニー・カルバハル、右隅、動きを見て決め切りました、小川航基です。もう相手もファウルで奪い返して、マルセロ・ヒアン、ワンタッチ、小川航基、セカンドボール左に打つ、22分、横浜 FC 同点。この後の左足のシュートはやっぱ落ち着いていましたね、この後すぐ、うん、やっぱここで落ち着いてシュートを打てるっていうのが今やっぱ得点を量産できてる要因っていうのもありますし、点が取れてる裏隙間っていうのは狙っていきたいかもしれないですね。なるほど、おっと高い位置で奪って、和田マイナス、斉藤、後ろから小川航基、追いつきました横浜 FC、 来ましたね、冷静に逆サイドに、そうですね、ペレイラですね、よく見えてましたね、抜けてきた、一斉進んである、キーパー出た、右足シュート、決まった、横浜 FC 同点けど、ここスライディングで折り返した、で体が後ろにこう戻ったんですけど、まずしっかりね、このグラウンダーで押さえてプレーするとがディフェンス。さあカウンターいけるか、お一本通った、オフサイドはない、小川が行く、シュート、うまい、決まった、3対2、横浜 FC 追い上げます。これだけね、時間与えるといいスルーパス出ますから、
ちょうど体の前向きだった体の向きをこう裏返された瞬間、小川航基の、まあ本当にね、長いボールでひっくり返しに行った横浜市、いきなり小川に入ります。セカンド拾った、セカンドボール繋いで小川シュート、オフサイド、フラッシュが上がっています。気の展開ですね。ない、でただセンターへヘディング、また小川航基です。まあ、うまく前がブロックしてくれましたけども、やっぱ高さはありますね。ちょっと後ろからここ入っていくときの小川はやっぱり脅威ですね。京都板のフリックから左サイド入れてきます。ヘディング、早くもシーズン4ゴール、ドンピシャでしたね。はい、こんな感じの助走をしておきながら前回は違いました。軽くステップ出ていきます。4では板が決めました。エース小川航基、今シーズン5点目、1対1同点、追いつきました。小川航基決めていきました。横浜 FC 先制、冷静に小川航基決めていきました。